スカちゃん。はい、おはようございます。高いビルだよね。あ、路面電車だ。そうそう、なんか路面電車が一周できるみたいなので、最終日乗ってみようかな。一周最終日で、夜はなんかイミテーション、すごくネオンがすごいらしいんだけど、見れたらっていうか撮影できたらしてみますけど、どうかな。あ、おはようございます。太陽さん、札幌からお届けしております。あれ、太陽です。はい、2021年12月、あ、8日だ。お釈迦様が亡くなられた日ですね。あ、おはようございます。太陽さん、おはよう。パツッと見えるけど、こう光でわーっとなっちゃいますね。はい、札幌滞在何日目、1日2日3日目か、3日目ですね。なんかこれだけビルがいっぱいあると、あのニューヨーク、マンハッタンで生活してたことを思い出しますね。で、最後にマンハッタンを出るときに、もうあのビルが老朽化して、ほんと夕日がね、隙間とビルの隙間と隙間のところに夕日が出て、あー太陽さんみたいな感じで、あまりにももうコンクリートジャングルすぎて移動しましたね。どこ移動したんだっけ。ロスか、ロスですね。はい、なんかそんなことを思い出させられます。札幌から、札幌と鹿児島の人って日本の他行くよりも海外に行く人が多いですね。マンハッタンに関しては鹿児島出身の人とか北海道出身の人って結構いましたね、私の周りには。はい、全然寒くないんです。雪もないし、今私ダウンは着てますけど、下だって普通のコットンの長袖ですもん。バイバイ。最終日かな、最終日乗れるかなということで、これからどこに行こうかと思ってますと、マイバスケット、もうさすがにコンビニのご飯今2食ぐらい立て続けに食べちゃってるので、スーパーマーケットに買い出しに行きます。あれ、ここ前来たことあるな。あれ、あ、ここ前来たことある。これ三好神社じゃない、もしかして。見えないんですけど、多分前来た時に来たとこじゃないのかな。え、すごいかな。それっぽいけどね。前回は2ヶ月前に来ました。三好神社っぽいけどな。多分三好神社でしょう、多分。あ、じゃあここはなんかたぬき工事とかが近いエリアだと思う。で、紋別のお家の近くにある太平山三好神社も三好って書いてあるから同じかなと思ったけど、多分違うのかな、わかりません。で、マイバスケット、マイバスケットしかないんだもん。でもフルーツだよね。あ、はい、わかりました。だから全然寒くないの。秋ですよ。ダウンは着てるけど、この下だってT シャツ、長い T シャツですもん。本来は雪とかね、ある季節なんじゃないんですか。なんだこれは。第2なんちゃらビル、中国。もう中国の人たち進出すごいらしいですからね。あ、北海道が一番最初に中国になるんじゃないかと。あ、これ左ですね、言われてますけど、はい、まあ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 、今だから3日目だから、そうそう、昨日それで知り合いの、出張型のマッサージ行って、楽しかったですね。自分の募集だと自分の私の波動に合った人しか来ないじゃないですか。でもやっぱりこう人様のお店だといろんな、このなんていうのかな、
普段会わないなっていうような人がお客様だったりするし、でも断然やっぱり出張の人が少ないっていうことで少ないらしいです。はい、そうなんだ。まあだから地元の人たちは店舗型に行くから、出張型ってあそういうことなんだと思いながら、まあそれでも楽しかったですね。なのでしばらく今日、8、9、10とまたお世話になって、まあ月1回ぐらい来ようかな、っていう気にはなってきました。ただまあダイレクトに来るとあれだから、この間旭川もね何人かは施術させていただいたので、様子を見ながら旭川行って札幌来て、だから1ヶ月に1回だから、結局今までの人生とほとんど同じようなパターンになっていきますよね。ここは何？お、祭事所、ほらすごくない？祭事場はだって今もうあれでしょう、遺体を安置するホテルを作ってるじゃないですか、日本も。私見えないからだけど、昨日なんてドライバーさんが、場所に連れてってもらうときに救急車がいて、あ、なんだろうって言って、あ、人が倒れてるとか言って、あ、そうなんですねってそういうのを知ってるから驚かないけど、なんて言ってたんですけどね。まあそれは知ってると知らないとの差が大きい。ここでいいんだろうか。はい、今日は何曜日だ、水曜日ぐらい。へえ、でもやっぱ駐車場が多いですね、非常に。駐車場多いけど、やっぱタワーマンションとかも建ってるし、札幌はなんだっけ、新幹線が通らそうと思ってるでしょ。それであとはなんかバブル、駅前のところとか老朽化してるところとかを今建て直しとかしてるらしいので、結構バブルっぽいんです札幌今。ちなみに中央区南2条西8丁目に向かってます。なんか5番の目みたいになってるっていうよね。ということで、本日12月8、9、10と札幌滞在して、11には、どこだっけ、登別のお知り合いのところにお伺いして一泊させてもらって帰って紋別だと。はい、まあ、ちょうどいいかな、10日間ぐらい。1週間だとちょっと2カ所3カ所だとあれだけど、でも1ヶ月はやっぱり住めないな、もうジャングル、コンクリートジャングルなんで、都会は10日ぐらい。ということは20日間紋別にいて10日間旅に出るという感じになるのかな、ちょっとわからないですけど。だって絶対ここマンハッタンに見えるもんね、こんなのね。私の目からね、裸眼 0.02 なので。もうちょっとビルが縦と、なんていう、横がジャーっとなってますか。あ、ありました、ありました。とりあえずフルーツと、豆乳売ってるかな、豆乳、フルーツ。なんか、よかったって。ホテルの人にいても、コンビニしか知らなくてね。そうなんですよ、スーパーマーケットでフルーツを食べたいと思います。ということで皆さんもお元気で、12月8日、お釈迦様が、亡くなられた日ですね、ということなので、お釈迦様頑張るよーっていうところで、なんか後でやってみたいと思います。そう、あとは、人生講座賢く生きる、これを早く、ホテルだとやっぱりね、アップロードが早いんですよ。なのでできる限りやりたいと思います。というところで皆さんも良い一日をお過ごしください。ありがとうございます。